ここでこの試合のラインジャッジをご紹介します。三宅智美、大野井守、鶴田正則、藤田哲也、以上4名です。これよりパナソニックグルメです。北九州ホワイトトロフィー両チームの選手が入場いたします。皆様、コート中央にご注目ください。ただいまより第8回 V9 チャンピオンズ鹿児島大会マッチナンバー2209番パナソニックブルーベルズ対北九州ホワイトドルフィンの試合を開始いたします。それではこの試合のレフェリーを紹介します。ファーストレフェリー黒木久美、セカンドレフェリー新谷和重、以上です。それでは両チームのスターティングプレイヤー並びに監督をご紹介します。皆様、熱い拍手をお願いします。まずはパナソニックブルーベルナンバーワン原沢ひろみ、ナンバーナインティーン石田なるみ、ナンバーエイティーン長友のぞみ、ナンバーイレブン伏見誉れ、ナンバースリー小林かなえ、ナンバーセブン丸尾はるか、ナンバーセブンティーン鹿島あかり、ナンバーエイ奥野杏、ナンバーフォー服部愛花。このチームを指揮するのは監督佐々木敦史。続きまして
それでは正解です。鹿児島大会の初戦です。皆様熱い役といたします。両親の検査に平成の発表いたします。
Thank you.
パナソニックプロレス6番勝利2番林が入ります。
北九州本庁通り1回目のタイムアウトです。準備始め、
北九州放送局に2回目のタイムアップです。
3選挙ブルーベルズ11番勝利9番高橋海斗7番光14番古賀が入る18番2番5番加藤が入りますリタイアルでパナソニックブルーベルズが勝利いたしました。